フットワーク FA16 は、フットワークが1995年の F1、世界選手権3専用に開発し投入した、フォーミュラカー。デザイナーは、アラン・ジェンキンス。FA16 は、前年のコスワース HB エンジンに変えて、プライベートビルダーである、ハートエンジンを搭載した。チーム2年目となるジャンにモルビデリと、スポンサーを持ち込んだ、井上隆智子がドライブした。 チームの資金不足のため、モルビデリはシーズン中盤にマックス・パピスと交代した。そのパフォーマンスはかなりのものであることが判明したが、チームはテストと開発を行うための予算を書いていた。モルビデリは第6戦のカナダ GP で6位に入り1ポイントを獲得した。これ以上のポイント加算はないものと考えられたが、最終戦のオーストラリア GP では、 多数の車がリタイアし、モルビデリは3位入賞、自身初の表彰台を獲得した。シーズン中盤に未経験なパピスと交代させられた、モルビデリにとって、これは、士気の上がる出来事であった。牽引される、井上高友母の FA16、モナコ GP で、井上は、オフィシャルカートの2件のアクシデントで記憶される程度の、速さでしかドライブできなかったが、 それでもパピスよりはコンスタントに早かった。モナコ GP ではプラクティス後に牽引されてピットに戻る最中、オフィシャルカーに衝突されて横転するアクシデントに見舞われた。幸運にも彼はまだヘルメットを装着したままだったため、怪我することなく決勝に参加することができた。ハンガリー GP では井上自身がレスキューカーに接触した。彼の FA16 は エンジントラブルで停止し、消火器を持って火を消そうとした井上にコースカーがぶつかった。この時も彼は大きな怪我をすることはなかった。チームは結局5ポイントを獲得し、コンストラクターズランキング8位でシーズンを終えた。モルビデリが表彰台に登ったことで、チームは同ポイントを獲得したティレルよりも上位となった。その後は人手に渡りエンジンも積み替えられていたが、 当時のドライバーである、井上隆友母に引き取られて、現役当時の姿にレストはされている。ありがとうございます。